エボルトは我々の星をたった一体で滅ぼした。最後に残った私は捨て身の覚悟で戦った。エボルドライバーを壊して肉体と魂を分離させたものの、エボルトは自らのエネルギーを箱に閉じ込めた。はあ、俺はお前と違ってこの世に何の未練もない。この箱の力でビッグバンを引き起こし全てを滅ぼす。二人ともデルザー軍団の地下牢だ。しかしストロンガ、お前は行けん。なぜならシャドウがお前を殺す。アレックス、よくぞ私を倒した。どけどけ、仮面ライダー、ネオショッカーの将軍黄金ジャガー、一対一の決闘を申し込む。スパイキー。負けたぜ、仮面ライダー。いたな。ここは聖地、人間の来るべきところではない。世界の破壊者、仮面ライダーを一掃するためにアマゾンのアジトを突き止めてほしいのです。アマゾンのアジト？アマゾンはまさにトカゲのように用心深い。バカめ、どんな悪でも勝てば正義だ。オーズと電王を処刑し、ショッカーが正義となるのだ。変身。さあ、お仕事開始だ。消えても無駄だ、南光太郎。お前は改造施術を完了し、ゴルゴムの聖騎をブラックさんになるのだ。南光太郎、光太郎、一対一で勝負をつけよう。望むところだ。我らは全知全能の神クライシス皇帝の支配するクライシス帝国よりこの地に使わされし者。世の名はジャーク。ほらよ、懐かしい思い出に浸りたいとはつまんねえ望みだ。いくらでも浸ってろ。壊す、めちゃくちゃに。ずいぶん静かになったね。私の言葉を理解してもらえて嬉しい。タイムカプセルを掘り出したいというのがお前の望みだ。そこにあっ。ほう、それが戦だったのか。多くの仲間たちを倒してきた戦。面白い。どういうつもりですか、クイーン。人間をかばうとは。あなたには関係ないでしょう。無駄です。この森ではあなたはファンガイアの姿にはなれない。そう、私には勝てない。上出来だ。これで電王は無事送り込めた。ちょうど使える奴らがいたんでな。あとはお前が邪魔をしなければ完了だ。ガオウも満足するだろう。俺は勝ちたい、仮面ライダーに。お前が食べたいだけ。邪魔するやつは消す。君たちは封印に全力を注いでくれればいい。そっちの方は我々が調べている。どうやらうまくいったらしいな。これでゼロライナーもデンライナーも時の中を暴走し続けるわけだ。渦巻いている人の命の源が無に。この力は同類にして敵。私は海魔妖族百目ババアじゃ。今日子ならこの目の中にいるぞ。目の中だと？当然だ。バグスターは倒されれば倒されるほど進化する。今ね、
私はレベル10。我々の世界のために有効に活用させてもらいます。アラン様、私が直接衛星を奪い取ってまいります。まさかここまで追いかけてくるとは。君を襲った連中だ。別の天体からやってきたベリーだ。よろしく、Jパワーの戦士よ。この奥で大規模な開発があった。動物たちがどんどん山を追われている。はっ、ホグの匂いを感じる。何？ジェイ、あれがホグマザーの戦艦だ。カナちゃんはあの中にいる。ガードベッド。生き残った者は私と戦い、もうすぐお前より強い人間はいなくなる。過去につながる準備をしている。やはりツクルの健康のためにもバカモンがいちゃいけないんだが。私だ、コウガネだ。ここまで力を取り戻すのに苦労したぞ。コウガネ誰だ。そうか、お前にとってあれは夢の中の出来事か。だが私にとっては耐え難い屈辱だ。面白い。ならばどこまで耐えられるか試してやる。思う存分俺の力を使うがいい。なんだ兄さん、何か用か。やれるなら片付けちまってもいい。わかった。うん、おっと。もういいかな。そろそろかな。ボリ急だ。アリケール、おいしいやつ。ライトスプラボーボル。白井由紀と申します。ここで不思議な事件を解決してくれるって聞いて。女くどいて300万ゲット、ちょろいなって。私のことだよね。小さな親切、大きなお世話、それでも必ずやってくる。我がキングダス、白鳥の勇者。もう少しだったんだな。お前の欲していたものだ、受け取れ。お前の欲していたものだ、受け取れ。足りない、お前のもよこせ。よこせ、その輝きをよこせ。だからお前の願いを叶えてやっている。ここに誰一人立ち入らないようにな。野上良太郎の抜けた記憶の方はどうする。え、なんだっけそれ。おうよ、本当に掟を捨てるおつもりですか。似合うな。世界と本と剣が擦れ合う。最低で最高に楽しそうな匂いだ。いい匂いがすると思ったら、炎の剣士がいるのか。デザスト。相変わらずこういうので遊んでんのか。かつて全てを滅ぼすほどの偉大な力を手にした神獣がいた。だったらこれで。ピーター・ファンタジスタ。とある大人にならない少年が繰り広げる夢と希望のストーリー。ニードル・ヘッジホッグ。この弱肉強食の大自然で幾千もの針をまとい生き抜く獣がいる。ベリー、おい、どうした。しっかりしろ。分かった、シロの狙いはこの町だ。理由は分からないが、消すのはゾウじゃない、ゾウを見る人間たちだったんだ。明日襲ってくる皆殺しに。